次に池畑幸太郎君。池畑君。日本維新の会の池畑幸太郎でございます。今回は土地改良法の一部を改正する法律案について、質疑を重ねていきたいと思います。12月、2月の分科会、そして予算委員会でも、私は食料安全保障について質問させていただきました。まさに、このロシア、ウクライナの問題で、諸々輸入に頼っているこの日本国は、食品の高騰が問題で、現実味を帯びてまいりました。今回はですね、食料の確保、食料の安全の観点からも質問をさせていただきたいと思います。まず我が国の農地面積はですね、昭和36年の609万ヘクタールから約174万ヘクタール減少いたしまして、令和3年においては435万ヘクタールとなっております。現在都市改良区が約202万ヘクタールを管理しているというふうにお聞きしました。土地改良事業はですね、最大でどれくらいの面積に及んで、累計で一体どれくらいの公費が投じられたのか、物価のですね、違いもありますし、年数をどこで切るのかという議論もございましたけれども、それでですね、大臣並びに農林水産省が思う、これまでのこれが実績だという実績も踏まえてお聞きしたいと思います。牧本農村振興局長。お答えを申し上げます。まず土地改良事業によりましてですね、これまで投じられてきた国費についてでございます。これは土地改良法がですね、制定をされました昭和24年度から令和3年度までの72年間というものをですね、私どもその農林水産省として確認できた範囲でですね、単純に積み上げてみました。委員、今ご指摘いただきましたように、物価動向とかですね、いろいろとちょっと本当は加味しなければいけない点もあろうかと思いますけれども、この72年間の予算をですね、単純に積み上げますと約44兆円になるというところでございます。また実績についてでございますけれども、平成30年度時点でですね、まず区画が 30R 程度以上に整備をされました水田面積が全国で159万ヘクタール、区画が整備されました畑の面積が同じく全国で128万ヘクタール、そして農業用水が安定的に供給される農地面積が全国で290万ヘクタールとなっているところでございます。池畑幸太郎君。今答弁いただきました44兆円、これもですね、ただ44兆円かけてきたということで、そこを指摘したいわけではございません。平成14年からはですね、12兆1000億円ぐらいかけております。それだけかけてきました、この土地改良事業に関しまして、当然、私もですね、また日本維新の会としても役割は高く評価をしたいというふうに思っています。また今後はですね、そのだけの国費をかけたわけですから、食料確保に加えて、さらに水源の確保、防災、減災、生活用水の確保、さらにですよね、里山の景観保全、過疎化への対応など、多面的な機能がこれからは期待をされております。一方で、荒廃農地面積は令和2年には28万2000ヘクタールに及びまして、17万8000ヘクタール。実に 63% がですね、中山間地域であります。また多くのここまで委員、先ほど72年間というお話もありましたけれども、多くの委員の先生方、また議員の先生方がですね、質問を今日までるる続けておられます。そこで行き着くところはですね、裁量がかなり中山間地では裁量が困難な場所であるというふうには、この委員の中でも認識をされている方が多いというふうに思います。加えて毎年1万数千ヘクタールのですね、農地転用が行われております。昭和45年以降、統計を手元計算しますとですね、累計で実に48万8000ヘクタール以上が農地転用されていることになります。農水省の説明によれば、ほぼすべての農地に土地改良もしくは何らかの国費が関わっておりまして、農業予算が投じられております。先ほど申し上げ、答弁いただきました72年間で44兆という国費を投じて行われた基盤整備ないし土地改良事業がですね、一体どれだけこれあえて無駄になってしまったのか、
法律の改正にあたり、これまでの土地改良事業の統括として、私が今申し上げました、本来とは違う方向性となってしまったのではないかという意味合いを踏まえての無駄になってしまったのではないか、今、総括として大臣の認識をお聞きしたいと思います。脇本農村振興局長。まず私の方から事実関係をお答えをさせていただきたいと思います。まず土地改良事業によりましてですね、整備されましたこの有料農地をしっかり確保しなければいけないということは私ども基本だというふうに考えているところでございます。そしてその土地改良事業のうちですね、補助整備事業についてその平成20年度に事業が完了いたしました125地区を対象にいたしまして、令和元年にですね聞き取り調査を行ったデータがございます。これによりますと、この補助整備事業をかけましたところについての荒廃農地の割合は 0.2% ということでございまして、これは全国平均の荒廃農地、委員からも今数字を上げていただいたところでございますけれども、率にいたしますと約 6% ということでございますので、それに比べるとこの土地改良事業が行われたところについては荒廃農地というものが抑制されているのではないかというふうに考えているところでございます。金子農林水産大臣。調査についてのお尋ねでございますが、土地改良事業を実施した農地につきましては転用状況などの調査はこれまで行っていませんので、今後の調査の実施に向けてその方法と検討してまいりたいと思います。池畑幸太郎君。大臣答弁もいただきましてありがとうございます。しっかりですね、どういうふうにこれから進んでいくべきか、今まで70何年間もこういうふうにやっていただいているわけですから、そこも踏まえながら次に進めていければいいんじゃないかなというふうに思っております。またですね、この脆弱性、緊急性の評価のあり方についてお聞きさせていただきたいというふうに思います。今回のですね、法改正はですね、直面する農地、担い手の問題に対して可及的速やかに対応する必要があるということは認めさせていただきます。日本維新の会としても必要だろうと、で全国どこでもですね、緊急性があるというふうに考えております。どこから手をつけるか、そういうことは大事だというふうに思います。土地改良に関する団体のですね、権限強化が行われていますから、そのあり方についての透明性でありましたり、公平性が担保されなければいけないというふうに考えております。そこでですね、確認できた範囲でございますけれども、土地改良事業団の全国組織の会長およびですね、都道府県連合会のいくつかの県で、現職の国会議員、また会の方が会長を務められておられます。それぞれ地域をよく知られておりられますし、まとめ役としてまた知見を有して的確なですね方々ばかりだというふうに存じますけれども、農林水産省として適切だと判断しておられるか、また合わせて県会議員やですね自治体の元会長の方が務める連合会が参見しております。土地改良事業の採択にあたっては恣意的な、まさに我に飲水が行われていないか、疑念を抱かせないような公正な決定がなされているのか、旧世の事業に対してその脆弱性及び緊急性の評価を国会議員や県会議員などアドバイスがあるにせよ、実際は誰がどのように行っているのか質問させていただきたいと思います。委員長。武部農林水産副大臣。すみません、旧世の防災事業につきましては、ため池等の農業用用排水施設についてですね、国土強靭化基本法におきまして、脆弱性の評価の結果、緊急的な豪雨対策が必要と判断された場合に、国または地方公共団体が農業者の同意を得ずに、迅速に事業着手できるよう、特例な手続きをしております。で、国土強靭化基本法におきましては、その脆弱性の評価につきまして、科学的知見に基づき、総合的かつ客観的に行うということとされておりまして、その評価にあたっては、施設の規模や、あるいは周辺の住宅や公共施設の存在を勘案しまして、損壊した場合に被害が甚大になるという施設を対象としております。また耐震性能や排水能力を調べまして、
その施設の安全性を定量的に評価するということとなっております。このように定量的な使用に基づいて総合的客観的に脆弱性評価を行っておりまして、それが公平性を確保することとなるとなりますので、急性の防災事業を実施して、公平性を確保しながら、急性の防災事業を実施していくことになります。引き続き土地改良事業については、農業農村の強靭化を推進するとともに、生産基盤の強化による農業の成長産業化、多様な人が住み続ける農村の振興に必要な施策を取ってまいりたいと思っております。池畑幸太郎君。はい、今、副大臣から答弁をいただいてましたようにです、公平性を保っていく上にもです、ね、やはり、先ほど私も申し上げましたとおりです、ね、地域のまとめ役であったり、地域をよく知る先生方にも会長としてやっていただくということは大事だというふうに思いますけれども、やはり声が大きいとかです、ね、やはり地域をまとめている力が強い、それだけ です、ね、旧姓の問題を語っているわけではないというふうに思いますが、十分にですね、そのあたりをよく気をつけて、私自身も地域をよく知ってですね、その上で皆様のこれからどれが緊急性があってということを大事にしていきたいというふうに思います。答弁ありがとうございました。その上でですね、やはりこれからの担い手の定義について質問させていただきたいと思いますけれども、3月2日の本委員会においてもですね、我が党の空本委員から質問がありまして、大臣から答弁をいただきました。空本委員もこの後も質問を関連で立てられますけれども、企業の農業への参入についてお聞きをしたいと思います。企業はですね、その生産物が販売するマーケット、まあ、イコール出口も持っております。流通や加工のノウハウ、その他ニーズの農地に反映させることで、高付加価値で持続可能な農業生産にも寄与していると私は考えます。その中で、担い手という場合、まあ、企業も農業の担い手に含まれるのか、大臣の認識をお伺いしたいと思います。三好経営局長。お答えいたします。担い手でございますけれども、食料農業農村基本法第21条におきまして、国は効率的かつ安定的な農業経営を育成するとされております。このような農業経営を目指す経営体などが、いわゆる担い手と考えられますが、その際、担い手として、家族、法人など経営形態の別や、株式会社など法人の形態にかかわらず、幅広く育成支援することとしております。池畑幸太郎君。まあ個人だけが担い手ではなくですね、まあ、企業もこれからはどんどん担い手となっていくふうに考えております。その中 です、ね、ちょっと観点が違ってくるんですが、適格法人による所有にせよ、まあ、リース方式にせよです、ね、中山間地、先ほどもお話をさせていただきましたけれども、中山間地における企業の参入には工夫が必要があるというふうに思います。ニーズのマッチングが先ほどもルールを申し上げております、広範囲に行われるよう、農業参入への土地勘用により、今ですね、どのような企業参入することによってインセンティブ、メリットがあるか、ちょっとお聞きをしたいというふうに思います。武部農林水産副大臣。委員ご指摘のとおり、中山間地域とかです、等ですね、高齢化や担い手が不足している地域もございます。まあ、そういった地域におきまして、農業生産を担う存在として、まあ、株式会社等の企業の参入、農業への参入ということも進めることも重要だと認識しています。すでに平成21年の農地法の改正で、農地理想方式での参入は完全に自由化しておりますけれども、今、委員からお話がありましたとおり、どういうインセンティブ、マッチングをするかということでありますが、今現在行っておりますのは、農業参入フェアを開催しまして、都道府県による企業誘致を後押しするとともに、家族、法人など、経営形態の別にかかわらず、地域の農業を担う方々を幅広く支援しているところであります。法改正の前の約5倍のペースで参入が進んでいます。池畑幸太郎君。答弁ありがとうございます。やはり5倍ということはかなりのスピードでどんどん進んでいっていると思います。
そこでですね、企業が参入することによって、また従来ある農家がそのまま維持をすることによって、やはり大事なところはですね、人材、まあ、担い手だというふうに思っております。昨日ですね、母校の農業高校を訪ねることがありました。そこで校長先生からですね、小学校の頃、まあ、中学校の頃からですね、農業の必要性であったり、食料の安全保障に欠かせない、まさに国土を守る必要性があるということの勉強も必要じゃないかという話を聞かせてもらいました。土俵ばかり作るのではなくてですね、強い力士を作る、まあ、担い手をですね、作る勉強も小学校、中学校の頃から必要でないかという話をいただきまして、私もそうだなというようなことも考えさせていただきました。しかしですね、やはりこの72年間、44兆円、そういったことも、どういったことに使われているかということも、小さな頃から勉強していく、また折に触れて、そういう機会を持っていくということは、これからの日本、そしてこの農地を守っていくということは必要じゃないかなというふうに思わせていただきました。その中 ですね、土地バンク、今、副大臣からもありましたけれども、特に中山間地であまり機能していないというふうに思っております。選挙区の兵庫県のですね、20年度の集積率は 24.5% と低迷しておりまして、予算も2割が未消化であります。今回の法改正が中山間地域の土地の集積を促進するのか、少し大きく疑問であります。2割の未消化、先ほど言いました広い観点からなんですが、中山間地の生産者の立場からすればですね、企業への安定的な集荷ができればより持続可能であり、また出口が見えれば生産拡大も可能でありますし、農業高校出身者や農大出身者、新たな収納や農業を継続する意欲も湧いていくというふうに思います。今回一例を申し上げますと、地元の宍粟市ではですね、生産農家に単当たり8000円の独自の補償措置を行っておりました。事実上、直接支払うを補う所得補償でもあります。大変喜ばれておりました。中山間地には根本的な問題として、所得補償を充実して、担い手を確保しなければいけないのではないかというふうに思いました。先ほど母校の校長先生のお話にもありましたように、かなり根底からではありましたけれども、担い手を育成する、その中で教育も含めて努力をしていく、土俵ばかりではなくですね、担い手を確保していかなければならないというふうに私は思いますが、大臣のご所見をお伺いしたいと思います。金子農林水産大臣。お尋ねの修行の農家に限定した個別所得補償制度ですね、旧個別所得制度補償制度のように、米への助成を基本にするのであれば、十分な国境措置がある米への助成を行うこととなり、他の農産物の生産者や他産業、納税者の理解を得難いと考えております。でそこで中山間地域というのは全国の耕地面積の4割を占めておるわけでございますが、平場との農業生産条件の格差を補正するためにですね、中山間地域と直接支払い交付金を措置するとともに、地域の特色を生かした農業生産を振興する中山間地農業ルネッサンス事業や中山間地域所得確保対策等により、手厚い支援を行っているところであります。また、担い手農家の経営の安定に資するよう、諸外国との生産条件の格差から生ずる不利を補正する交付金、いわゆる下駄対策を措置するとともに、慣らし対策や収入保険によるセーフティーネット対策を実施しており、中山間地域を含めて農家の所得確保に資するように、現在取り組んでいるところであります。今後とも引き続き、中山間地域の農業を担う方々の支援をしてまいりたいと思います。池畑幸太郎君。大臣、ありがとうございます。大臣は常に、地域からですね、しっかり国に挙げていただければというお話をよく答弁でもされておられるように聞いております。私自身も農政にはですね、与党も野党もないというふうに思っております。日本維新の会としましても、農家と消費者のために、しっかりとこの地域を盛り上げていきたい、
ふうに思っておりますので、今後とも努力をお誓い申し上げまして、質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。次に空元